はい、皆さんこんにちは、吉野有正です。はい、私昨日のですね、夜、下鴨からですね帰ってまいりました。はい、その間もですね動画アップさせてもらったりとかですね露天風呂のね動画撮ったりですね、もしておりましたけれども、はい、ですね、まあ実際のですね砂浜とかですね、海の方とかですね、なんか山の方とかそういったところはですね一切、行ってなくて、まあ当然仕事で行ったんでそうなんですけども、そういった動画は一切撮れてないですね。時間まあ余裕があればねいろいろ撮りたいななんて思ったりもしましたし、まあ仕事場の近くから見えるですねこの温泉のねあの湯気が上がるのが見えたりなんかしてね、まあそれが温泉なんだって気づくのにねずいぶん時間かかったんですけどね、協力会社の方からですねあれ温泉なんだよって言われて、ああそうなんだと、あれそうか、あんまり意識してなかったんですね別に、その湯気がどうとかなんか煙があるなぐらいで、でも普通に考えたら温泉地で温泉ですからね、あれを温泉の湯気だと思わない方がおかしいぐらいなんですけど、まあねなんかあんまり仕事が忙しくてなんか意識してなかったんですけども、はい。あとですね、何ですかね。本当に何もね、そういった、娯楽的な部分いかなかったんで、あれなんですけど、まあ、露天風呂はね、良かったですね。ペンションというのが初めて泊まらせていただいて、おしゃれだなぁと思いましたね。で、まあ、ペンションをね、経営されているご夫婦がですね、ご夫婦どのくらいですかね。30代なんですかね。ちょっとわかんないですけどもね。ペンション経営されてどのくらい経つんですか、このペンションで、なんてね、お話を最後の方でね、したらですね、何ヶ月かな、7ヶ月ですとか4ヶ月ですとかっておっしゃってて、と思って。まあ、よくよく聞いてみたらですね、ペンション経営時代はですね、前、何年かやってたと。で、そこは賃貸だったと。で、賃貸ということは、大家さんがいると。ね。で、大家さんがいると、大家さんが、あれがダメだ、これがダメだっていうわけじゃないですか。ペンションを作るにあたってね。まあ、お風呂をね、設けたりとか、露天風呂を設けたりとかね。はい。トイレがどうとかなんかあるじゃないですか、いろいろね。そういうことをいろいろしたいわけですよね。ペンションの経営側としてはね。いろいろしたいんだけど、その、大家さんね、自体がですね、いや、それはあかんと。ダメだというふうに言えばですね、制限されちゃうわけですよね。ちょっとお客さんの要望とかになかなか答えられないということで、そこはもうやめて、なんか下田の方でですねやってたらしいんですが、そこをやめて下鴨の方にですね、来て、ペンションをねやって何ヶ月か経つというねことらしいです。それでドールってあったらしいのかなと思って、で安いんですよね。まあいいとこ見つけたななんてね思ったりなんかしましたけども、まあそこのペンションも良さもね、なかなか満喫できずにです。いろんな結構設備もあったんですけどね、なかなかね満喫できないままですね終わってしまいました。当然ですけどね、出張でね行っておりますのでね、はい。で仕事自体もですね、まあまあ忙しかったとはいえですね、まあ、知らない土地でですね、やってたんですけど、なんとか慣れながらですね、日々、皆さんと協力ね、していただきながらですね、頑張ってきたわけでございます。その間もですね、まあ、動画、さっきのようにアップしたり、あとね、コメントは全然見れてないですよね。コメントはですね、逆にですね、家に帰ってから見ようというぐらいでですね、で、返信がですね、前回、八重洲だっけかな、に行った時のようにですね、あの時も忙しくて見れなかったんですけども、いや、その時でしたっけ？ちょっと忘れました。帰ってきてからですね、返信を動画で、お一人お一人ですね、やらせていただきました。今回もその、形を取ろうと思っています。この後ですね、もう時間も遅いしですね、明日からまたですね、どこでしたっけ？島田ですね。明日は島田の方に、行きますので、本当あちこち、去年の夏もね、忙しかったんですけどね。島田の方に行きます。そして、いよいよ来週末からですね、神奈川県相模原に行きますね。そちらも泊まりになるかなと思います。出張という形ですよね。はい。ウィークリーマンション、レオパレスさんの方にね、泊まれるかもみたいな話がありますけど、決定ではないということで、ちょっとね、どうなるかわかんないんですけどね。レオパレスさんであればね、いろいろもう、家具、電化製品とかね、揃ってるんでね、まあ、自炊ができたりとかですね、まあ、洗濯もと自分らでできるのかなっていうね、ことらしいんですけど、ちょっとね、まだわかりませんけども、来週末から。で、明日からは、島田ですので、もうね、時間が、
まあ、あれなんで、もう寝ようかなと思ってるんで、どこまでですね、ちょっと見れるかわからないですけど、ちょっとコメントね、見させていただこうかなと思っております。そして、あとですね、本当に気づかないうちにですね、動画の際、あれですね、本数ですね、800本を多分超えてるんですよね。はい。ありがとうございました。はい。そのことも後でね、またコメント話をして、はい。あとは、登録者が、さっき見たら163人、登録、おっと、メールが来たかな。登録者がですね、いたという、なられたということで、はい。これもですね、嬉しい限りでございます。はい。でですね、僕で、ペンションでね、思ったんですよね。まあ、仕事のことも、いろいろ考えたんですけども、はい。このね、視聴者の方、見ていただいて、特にですね、登録していただいている方をですね、本当にですね、大事にしていこうっていうのをね、やっぱ思ったんですよね。まあ、自分がですね、今まで本当にサービス業、接客業をですね、長年やってきたということもありますし、やっぱりですね、見ていただく方が、大事なんだなっていうふうにね、なんか考えたんですよね。ペンションで夜ね、なんか、ベッドで、ね、横になりながらですね、これはせっかくこう登録してくれてる方とか、まあ、よく誰でしたっけ、まあ、他の動画アップされてる方が、登録してる方のコメントはできるだけ24時間以内に返信しなさいと。いうこととかいろいろアドバイスのある動画あったんですけども、まあそれは本当そうだなと思いますし、まあ今回ね、出張で全然できなかったんですけども、本当にね、一人一人のその登録してくださる方とかですね、コメントくださる方とかですね、本当に視聴して見てくださってる方、もっと言うとその、もう去年から始めたわけですけどね、動画を。その去年からですね、初期の段階から本当にコメント数が0とか1とかね、いう段階からですね、いろいろ、コメントしていただいて見ていただいている方とか、本当にね、一人一人ですね、の方をですね、大事にしていって、で、ゆくゆくはですね、なんかその動画のコラボレーションとかも、なんか、ちょっとわかんないですけど、それでできたりとかですね、する機能もあるみたいですし、あるいはまあそういう機能だけじゃなくてですね、直接をね、お会いできたらお会いしてですね、なんかコラボレーションできたらそれはそれで面白いって言ったと思いますし、うん、とメールが来るのいっぱい、はい、なんかねそんなこともね、いろいろね、やっていけたらいいななんて考えております。はい、ということで、まあ下田、暑くて大変でしたけどもね、頑張ってまいりました。今年もとにかく毎年夏とか年末はすごく忙しくなるんですけども、またねちょっとその負けずにですね、このね、シャツクールとね共に頑張りながらですね、シャツクールと共に頑張りながらですね、行きたいと思っております。ということで今後ともよろしくお願いいたします。